お腹を引き締めるために効果的なプランクですが、実は手をつく方向を変えるだけで簡単に腹筋にね、3倍効かすことができてくるんです。今回のやり方を知るだけで今までよりも少ない時間で腹筋に効かすことができて、お腹を早くへこますことができていきます。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクの手をつく方向を変えるだけで簡単に腹筋に効かせられるんです。今回は手のつく方向を変えたプランク、そしてプランクの中でも簡単に腹筋に効かすことができるうつ伏せプランク、合わせて紹介していきます。今回のメニューを全部やっていくだけで、お腹周りが気になる方、お腹をへこませたい方、下腹ぽっこりな方、そういった方は今回のメニューだけやっとけばとりあえず OK です。きつい順番で行っていきますので、いきなりできないよって方はですね、まず見ながらできるメニューを最後の方にやってください。すべてたった20秒ずつ行っていきますので、20秒できなくてもいいです。休みながら全部とりあえずメニューをやってください。それでは始めましょう。プランクというと普通は肘の前に手を置きますよね、こういう感じで。ですがこれって実は腹筋弱い場合、上体が前に行ってしまうんですね。肘より肩が前に出てしまうと、上体が前に行ってしまってあまり腹筋に効かないんです。プランクはできるだけ重心が足に行った方がお腹に効くので、実は肘の前に手を置くのっていうのは初級者中級者にはおすすめできません。体が前に行きやすいからです。これを実は手をこのように、こうではなくこのように置くことによって肩が前に出にくいので、この方がプランクのいい姿勢をキープしやすいんです。この方が腹筋に効きやすいです。これを後半にやっていきます。前半はまずうつ伏せでプランクをします。スマートフォン顔の前を置いてもらってうつ伏せで寝ます。もし顔が痛い場合、手の上にタオルなどを置いてください。でスマートフォンは見ながらでもいいですし、横向いてでもいいです。うつ伏せプランクをまず3種目やっていきますので頑張りましょう。まずは気になるウエストから使うプランクです。やり方としては、うつ伏せの状態から膝をついたまま足を閉じます。体を持ち上げます。膝曲げて足を振るだけ。体はね、少し持ち上げてください。前ももがあんまり床につかないように、腰を丸めてお尻が上がらないように腰を丸めて膝を振ります。これをまず20秒やっていきましょう。見よう見まねでやってください。それではいきます、スタート。こういう感じです。お尻をしっかり締めて、きついメニューからねやってますからね、しっかりひねってひねって首を作ろう。はい、 OK です。はい、次はこういった体勢でキープです。体が上がらない方は少しね、手を手前にしてもいいです。いきましょう、スタート。こういう感じでキープ。結構ね、これがね辛いんでね、お尻をしっかり締めて頑張って。OK です。はい、うつ伏せプランクラスト。今度は膝をつけずに寝たままでこう頑張っていきましょう。いきます、スタート。これでキープ。結構辛いです。あと10秒。プルプルしてる。オッケー、くわー、効いてきた。あと2種目、今度は肘をクロス。これで膝をついたバージョンとつかないバージョン、あと2種目頑張りましょう。それでは膝ついたバージョンいきます。通常のね、手が前のバージョンとどっちがきついだろうって比べてみてください。それではいきます、スタート。これでキープ。体がね、前に行きにくいんでね、こっちが効きます。お尻しっかり締めて上がらないように、これでキープ。息は長く吐いて、 OK です。さあラスト、膝をつかないバージョンです。だいぶお腹に来てると思いますが、ラスト
きます。しっかり腰を丸めていきましょう。スタート。お尻が上がらないように締めて、あと少し、オッケー。うわー、お疲れ様でした。今のね、肘をこうではなくこういう感じでね、肘をつくことで体が前に出にくいです。プランクがね、あんまり腹筋に効かないよって方はね、体が結構前に行ってるんだと思います。肘のつき方を変えてやってみてください。そしてうつ伏せのプランク、すごくねこれね、きつい、そして効果的なんですが、体が上がらない方はちょっとレベルがね、まだちょっと違うので、後半の2種目、こうやったね、プランクからやってみて、長い時間できるようになってくると、うつ伏せでもできてきますんで。やはり、プランクっていうのは、だんだん長い時間しないと効かなくなるんですが、レベルのね、違うプランクを行うことで、またね、同じ時間で腹筋に効かすことができてきますんで、同じプランクのメニューだけするんではなくって、レベルを変えてプランクをやってみてください。今回のうつ伏せプランク、そして肘横プランク、頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。